はい、ゆきです。今日はですね、打って変わって、駄菓子をですね、なんと買ってきました。はい。まあ、唐突ではあるんですけど、唐突というかね、はい。まあね、確か、亀有駅のですね、近くにですね、駄菓子屋が、まあ、あるんですけど、駄菓子屋というかね、ショッピング、違う、なんか、イオンみたいな、集合、ショッピングモール的な、ショッピングセンター的なのがあって、その、確か3階ぐらいにですね、駄菓子屋がね、あったんですよ。それでちょっとね、ふらっと寄ってね、いろいろ見てきてね、買ってきました。はい。で、じゃーん!カステーラー!なんだこれおい。パンダじゃねえか。そして、じゃじゃーん!シルコ、ミニシルコサンド。これ有名じゃないや。ウィザードリーのね、ニコ生で、ニコニコ動画で実況してた人が言ってましたね。そして、じゃーん!あんず棒。そして、うまい棒からなんと、新しい味。ちまき味というのがね、出てたんで、うおーと思ってね、適当に買ったんです。そして、じゃーん!すももくん。酢漬けのすももですね。冷やすとうまいって書いてあります。そして飲み物が、じゃーん!これ初めて見た。日記水。シャンデリア。昔懐かしい味。で、このちまき味っていうのがね、レアっぽかったんで、適当に、5本ぐらい買ってきたんですけど、はい。それではね、まずは、まずは、じゃん、この日記水をね、ちょっと飲んでいきましょう。原材料名が、砂糖混合、ぶどう糖、液糖、違う、ぶどう糖、果糖、液糖と酸味料と、香辛料と保存料と着色料。容量が 120ml で値段が120円ぐらいだったかな。製造者が畑光泉株式会社。大阪市の会社です。うんうん。天然経費、カッコニッケの油分が結晶となり、冬または沈殿することがありますが、異物ではありませんので安心してお飲みください。このまずさ、この瓶なんですよ、これ。これ瓶なんですけど、すごいですよね。この形、ひょうたん型。これは初めて見たな。しかもこのちっちゃいこのキャップね。これは初めて見ましたね。カンピー。んー!ん?ああ!これはまずい!これまず、これあれじゃん。これ何の飴だっけ?日記飴だっけ?独特の癖のあるな。てか、日記水だから、日記水だからあれなのか。それは当たり前か。ん?うわぁ、この古臭い味、この日記。うわぁ。これ日記飴の味だ、これ。俺日記飴大嫌いやねん、あれ。うわ、これはまずい。これはまずいぞ。で、うまい棒、ちまき味。ちまき味か。これは株式会社、ヤオキン。が販売して、製造がリスカ、株式会社ですね。うん、これ確かね、3月の3日の子供の日の、だっけ、限定販売とか言ってた。見た目はこんな普通の、なんか色です。いただきます。
これ普通のうまい棒の、ちまき？これ普通にサラダ味だけどな。サラダっぽい味するぞ、これ。ん？これちまきのサラダ味じゃねえの。ほとんどサラダの、うまーい棒、ちまき。ちまきってなんだっけ？うわーこれまずい。ほんとにまずいな、これ。ヤオキンはスナック菓子うまい棒の新しいなラインナップとして、ちまき味を2月中旬から、期間、数量限定で発売します。値段が10円ぐらい。うわ、まずこれ、本当にこれまずい。冗談を抜きで捨てたいぐらいのまずさ。これ、賞味期限が？あれ？あれ？賞味期限が？まさか賞味期限が書いていない。バカな。あったあったあった、ここに書いてある。この、てっぺんに書いてあるわ。18年の8月の12日書いてある。書いてある。あ、ほんとだ。賞味期限は切れてないらしい。うん。くそまずいな。ん？うえ！この、昭和感丸出しの味、なんか、埃のような、あの、昭和の匂いをふんだんに詰め込んだ、あの、水みたいな味するな。まあ、日記の味なんです。そしてこのカステーラーっていうね、謎のパンダくんがいますけど。これ焼き菓子。原材料名が、小麦粉と卵と砂糖と水飴と膨張剤。内容量が6本入りで、これがいくらだったっけな、割と高かった気がする。200円ぐらいちゃうか。製造者が、佐藤製菓。名古屋市の会社です。うん、これもね、ニコニコ動画のね、有名な、ウィザードリーっていうゲームがあるんですけど、それの、駄菓子屋さんっていうね、駄菓子が好きな人がいるんですけど、まあ、好きかどうかちょっと怪しい。お、5本、5本ついてますね。いただきます。ん？うん。甘い！うん。ああ。そしてこれ砂糖。砂糖がくっついてる。うん。こぼれる。甘い。あ。これ中はあれだ、中っていうかこれあれだな。カステラだから。うん。当たり前やけど。うん。カステラ。うん。カステラを焼いて、あれしたんかな。まあ、焼き菓子、名称が焼き菓子って書いてあるから、まあ。まあ、焼いたんや。めっちゃこぼれた。そして、すもも、鈴木すももくんです。すももくんっていうやつ。冷やすとうまい。名称が鈴木のすもも。原材料名がすももと食塩と砂糖と醸造酢と酸味料と調味料、カッコアミノ酸など、あと、甘味料、カッコサッカリン、ナトリウム。サッカリン NA ってなんだこれ。聞いたことない甘味料だな。あと着色料。
原料が国産のカッコスモモ。内容量が2個。はい。製造者が、ミサキヤ、シントース、は？ミサキヤ、シンド、トールか。これなんだ、個人名か、これ。なんだ、これ。ミサキヤ、シンド、トールっていう、シンド、トールさんの、あれなのかな。埼玉県の会社ですね。まあいいや。すももくん。ああ。これ水だけちょっといただきます。水。これあれか。まあいっか。うん。うん。あ、甘酸っぱい。ああ。すももってさ、よく、駄菓子であるんだけどさ、すももとかさ、あるんだけどさ、個人的にさ、梅干しとさ、何が違うのかさ、てか、梅干しの方良くねって思うんだよ。この中途半端にこの甘いなんか、まあ、あれなんだろうな、梅干し、カリカリ梅的ななんだっけ、まあなんか、原材料とか安いのかな？あれより。ちょっと取り出せない。うん。すももって桃だよね。うん。カリカリ梅のとかの方が個人的に好きなんだけどさ。梅虎兄弟。いや、スモモいただきます。あ、すごい。ほら。スライム型。あ！あ！種ごと食っちゃった。あ、でも意外と種も食える。これ意外とさ、梅虎兄弟俺昔さ、めっちゃ食ってたけどさ、普通にか、種さ、噛んでさ、割ってさ、中のさ、種のさ、中にあるさ、実みたいなの食えんだよ。これ。これですね。種の中にある実があるんですよ。これが、うん。意外とうまいっていう。これ種ごと食うんかな、これ。結構種も柔らかくて普通に食えるぞ、これ。あ、やばけ。なんかめっちゃやばこいのがある、これ。薄いっすね、味が。カリカリ梅とかと比べると。全然薄いっす。個人的に梅虎兄弟とかの方が好きっすね、これ。あんまりうまくない。まあ、酸っぱい。ちょっと酸っぱい。で、あんずぼう。みなつねのあんずぼうだって。あ、そうそう。そこのね、駄菓子屋さんなんですけど、いわゆる今話題の梅ジャムっていうのを売ってるかどうか、お姉さんに聞いたんですけど、完売しましたって言われましたね。でも結構あそこの駄菓子屋、若い人、俺よか、年下の25歳ぐらいの子が働いとったな。20歳か25歳ぐらいの。二人、
二人店員いたんだけど、どっちも女の子で若かったっすね。名称が安ず菓子。原材料名が、干しあんと、加糖ぶどう糖液糖と、クエン酸と香料と、漂白剤。です。製造者が、株式会社、みなつね。米印、あんず果肉には稀に小さい種が残っていることがありますので、ご注意ください。凍らせて上を切り、下から押し出してお召し上がりください。これ凍らせるの？なんか凍らせるの前提みたいなこと言うてんだけど。ああ、なるほどね。確かにそのまま食うにはちょっとこれ絶対吹き出すぞ。開けようと思ったら確実に吹き出す。あ、これ凍らせんのかこれ。あ、そう。凍らせるのが本来の食べ方だね。普通に、なんかかじって食った気がするな。なるほど、凍らせて食うのがあれなのか。普通の食い方なのね。まあ、俺はこうやって開けるけどさ。よいしょ。ああ！めっちゃ飛び出た。あ、確かに凍らせて食った方が。ああ、これ中身がひどいわ、これ。これ絶対凍らせて食った方がいい。間違いない。うん。なんだろう、この。ああ、あんずだ。当たり前なんやけど、あんずや。ほら、この最後の部分にこれ残んねん、これ。あ、これ絶対凍らせて食った方があれだわ。綺麗に、ほら、綺麗に取れねえの、これが。綺麗に取れねえじゃん。これ絶対凍らせて食った方がいいわ。確実にうまいぞ。凍らせて食ったらうまいだろうな、これな。いただきます。うん。あ、あんずだ。うん。ああ。これあんず。うん。これあんずだ。うん。あの、遊戯王のあの、ヒロインのアンズだ。うわぁ、べちゃべちゃだよ、これ。くっそ。まあ、やるとは思ってたけど、本当にやっぱりやったか。うん、これは美味しいですね、普通に。うん。うん。あ、このタレも甘くて美味しい。うん。あ、これ絶対。これ絶対冷凍したらうまいわ。うん。もう普通に食ってもうまいもん。ああ、あんず。あんずうめえ。うん。うん。このね、汁もね、これうまい。うん。あ、美味しかった。これうまいわ。あ、日課水忘れてたな。これまずいんだよな、ほんとに。日記水だった。ね、まず。そして最後、こちら。シルコサンド、ミニシルコサンド。これが162円。4分割されてます。食べやすい一口サイズ。これ絶対うまいと思うぞ、確実に。これ確定でうまいと思う、絶対。もう見てもうまいもんな。北海道産小豆を使用。名称がビスケット。原材料名が小麦粉と砂糖と植物油と、ショートニングと、小豆あんとリンゴジャムとブドウ糖、加糖液糖と、加糖脱脂、
練乳と食塩と蜂蜜と膨張剤と香料。いろいろ入ってんな。容量が 25g。製造者が松永製菓株式会社。これ絶対うまいぞ、これ。紅茶とかに合わせたら確定でうまい。もう 100% わかる。お、すごい、ビスケット。ほら、いただきます。ん？あー。あ、わかりづらいけど、この間に、あれなんだ。あずきが。あー、うま。あー、これあれだ。うん。ほのかに。うん。小豆の。風味があるけど、ぶっちゃけた話、ほとんどわかんねえ。あ。うん。ほとんどわかんねえや。うん。ビスケットの風味が強い。うん。の方が勝ってる。あのね、今も売ってると思うけど、俺が大好きだった100円ぐらいで売ってる、ビスケットのあれなんだっけな。うん。忘れましたね。なんだっけ？あのね、ビスケットでね、結構有名な。ビスケットのね、なんだっけ。こういう、あ、ココナッツサブレ！ココナッツサブレが大好きでな。あれ、容量も多くてさ、100円でさ、結構お得感あるんですよ。はい。ただ、一回、開けると、封ができなくて、うん。なかなか難儀してた。別の袋に、あれしてやってた気がするな。うん。それにそっくり。うん。ほとんどビスケットだ、これ。うん。確かにね、間に入ってんだ。うん。こんなにね、間に挟まってんだけど。まあ、これがあれなんだろうな。まあ、小豆なんだろうね。うん。これはうまい。うん。これはうまい。一番まずいのはこれだな。この日記水。これは本当に、捨ててもいいレベルの、そこら辺に投げつけて捨ててもいいレベルのまずさ。日記飴ってあるよな。昔ながらの。日記飴が大嫌いでな、これがな。この茶色いさ、謎の飴。昔ばあちゃんがさ、くれるんだよ、こういうの。で、舐めたらすっげー昔から変わってねえよな、このクソまずさな。もうそん時クソまずいっつってさ、もうそれがさ、ばあちゃんのあの味みたいな感じで。ばあちゃんちの味がするみたいな。これなんでこんな売れてるっていうか、あれなんだろうな。
こんなに割と昔流行ったんだろう。今飲んでも昔からもう変わってねえわ。ものすごいまずい。ものすごいまずいってのがわかる。ということで、いろいろ飲んできましたけども。飲んだり食べたりしましたけど、まあ一番うまかったのは何だろうな。やっぱシルコサンダー普通にうまかったな。あと、あんずぼうね。あんずぼう、あれ凍らせれば絶対うまいわ。ということで皆さんもね、いろいろね、まあまだね、まあ残ってる可能性もありますね、駄菓子屋はね。まあ、ね、葛飾の、亀有の駅の近くにあるんで、まあ、よかったらね。はい。ということで、ご視聴ありがとうございました。